人生のハードルを楽しんで乗り越える方法とは。ママさんハードラーとして東京オリンピックに出場した寺田明日香選手が母校の後輩に伝授しました。眠くならせないように頑張りたいと思います。ママさんハードラー寺田明日香選手が訪れたのは15年前に卒業した母校恵庭北高校です。皆さんこんにちは。お昼食べてちょっと眠いよね。眠いのもあると思うんですけれども、みんなが眠くならないように、ちょっと、楽しく話せればいいなというふうに思います。寺田選手は高校時代にハードルの才能を開花させインターハイ3連覇を達成しました。その後は結婚、出産を経て2019年29歳で初めての日本記録を樹立。さらには東京オリンピック出場など自身の経験をおよそ400人の後輩に語りました。誰かと目標を共有する楽しさだったりとか、誰かと何かを作る嬉しさだったりとか、誰かに頼ってもいいって思える安心感、このメンタル面での大きな変化と成長がすごく大事だった。これまで多くの人のサポートで飛躍を遂げたと実感する寺田選手。現役トップ選手の今、次世代に伝えたい思いがあります。夢は持ってたら、ずっと思い続けてたら絶対叶うって思っているとそれは確かに難しい。だけど持つことで自分の進むべき道っていうのが自分ではっきり分かってくるので、ぜひ、夢と目標っていうのは、持って生きていってほしいなっていうふうに思います。寺田選手の大きな夢は来年のパリオリンピックでの決勝進出。共に夢を持って人生を歩もうと後輩へエールを送りました。